はようございマッチョ、マッチョなピアニストのフォルテです。カティンです。いやまさかのねテレビの撮影っていうことで偶然ねカティンさんと出くわして、ちょっと急遽ね対談したいなみたいな話になって、僕が強制的にお願いしたっていうまでなんですけども、カティンさんです。ありがとうございます。来ました。いやカティンさんは皆さんご存知だと思うんですけども、カティンっていうねチャンネルを運営してるだったり、ヤンキードッキリとしてヤンキーの格好をしてね、ボケたびさんね、そうピアノを弾いたりとかしてる YouTube を運営してます。一応まだ大学生なんですよね。大学生ですね。でまだ院生で勉強しててピアニストとしての顔も持つという、かなりこれから有望な若手のピアニストですそんなこと言ってよかったですか？いやいいですよ。ありがとうございます。で皆さんご存知のピティナピアノコンクールで特級で、ね、優勝された、かなりこれから大活躍していくであろうピアニストに、僕が今回コラボの話を依頼してさせてもらいましたので、皆さんの気になるような疑問を僕がぶつけて聞いていきたいなと思います。思いマッチョよろしくお願いします。いやよろしくお願いします。まず出会いっていうのは SNS でしたよね、確か。まあそうですね。で Twitter でどっちが先か忘れたけど、でも多分僕です。僕が勝手にフォローしていいね押しまくって無理やりフォローを返してよみたいな感じのアピールしてましたよね多分。いやでも僕もなんか YouTube でもう結構初期の段階から見たことあったからあ、こんな人が中ではいるんだと思っていやそれでだから普通にフォロー返して、で、まあ、それで出会って、まあ、お互い今まで会ったことはなかったんですけど、今回初めてお会いできて今回の件に至りました。いやもうずっと会いたかったです本当に。いやもう僕こそっすよいやもうリアルな冗談抜きで、普通にもう僕は Twitter 上で、まあ、会ったつもりになってたんでまあでも本当に早いですか。でもなんか初めて会った時も結構スムーズにね話が進んでいたんで、まずピアノだったのって何歳からですか？それはもう生まれた時から。生まれた時から。いやおぎゃーの第一音どうとかでした？いや本当にそんな感じで、いやもう家にグランドピアノがあったから、はい、でまあ赤ちゃんだったらまあそれは好奇心で触るじゃないですか、はい、多分そう、多分そういう、本格的に習い始めたのは、まあ、母親がピアノの教師だったんですけど、はい、別で6歳からその今ずっと習ってる先生につき始めて、うん、っていう風に、まあ、なってた感じで、まあ、だから始めた時期は、まあ、1歳、2歳、3歳忘れましたけど、そんな感じ で昔から結構コンクール出られてましたよね。そうですね、小学校の頃は結構出てましたね、夏は。で去年そのピティナ特急出て、それまでの間に結構ずっと受け続けたんですか、コンクールっていうのは？いや全然違くて。あそうなんですか。特急取る前の3年前に1回ピティナ出て、はい、2大ピアノコンチェルト部門みたいなんで、まあ、それ、まあ、あったんですけど、中高の頃は全く1回だけ受けてダメで。あそうなんですか。そう G級本戦敗退でしたもん。すっげえ。でもいやでも中学生とかですよね。あれいつだっけ、中3か高1か。いやでもすげえですよだって飛び飛び級とかするの。いやすごくはないですけど。すごくはないですけど、前もそういうなんかもうクラシック真面目にやってない時期がこう中高であって。その時何しとったんですか、真面目にピアノ弾いてない時は？その時は音ゲーをしてました。あ音ゲー、あ昔動画上げてましたもんね。音ゲーはめっちゃ好きでっていうのと、あとバンド、もう当時ドラムやってたんですけど。えそうなんですか。そうピアノじゃなくてドラム。だからクラシック離れてなんかロックとかすごい好きになって、はい、で XJAPAN の YOSHIKI が中1の時に初めて知って憧れて、はい、まあ、あれはピアノとドラムできるからじゃあドラムやろうと思って、うん、で始めて、まあ、高2ぐらいでやめちゃったけど、そんな感じでしたね。結構もう自由に、だからいろんな音楽を知りたいなと思って。でやっぱそれがあってやっぱ今があるって感じですか？いやそれは本当にそう思います。長くクラシックだけじゃなくて、いろんなアレンジとか作編曲とかも好きなんですけど、だそのは結構中高、まあ、大学もだけどで気づいた多様なジャンルで培ってきたものっていうのは、まあ、一つの、まあ、強みかなっていうのは、まあ、思ってます。
まあ、結構音楽いろんなの携わってきて、まあ、コンクールも受けたりとか、うん、っていうことだったと思うんですけど、今東大で院で研究されてるじゃないですか。その音大に行こうっていう視野はなかったんですか？いやだ、全然あって。あったんですか？あって、まあ、芸大行きたいなとか、うん、思ってたんですけど、はい、まあ、でもさっき言ったようになんか中高あんまりクラシック頑張ってなかったし。いやいや、でも小学校の時にあの違法アップロードされたピティナのなんか演奏があるじゃないですか。なんか100万再生ぐらい、100万再生ぐらいされてる、あのリンクは貼れないですけどなんかものすごくめっちゃ再生数もあって、うん、なんか天才少女みたいな感じで乗っかれられてるやつがあるんですよ。あの時はコンクール結構出てた時だったんですか？そう、小4までですね、うん、小4まで毎年出続けて、で小5から中学受験に、うん、まあ、フォーカスしたからコンクールは出なくてって感じですね。そう、でもそのいつから東大に行こうって決めたんですか？その音大に行かず。まあでも中高がなんか進学校だったんで、まあ、環境的には結構もう結構な人数が東大を目指すみたいな感じで、うん、その環境も大きかったんですけど、ああでもどうだろうな、高1、高2ぐらいの時はやっぱ東大か芸大かみたいなのを結構迷ってた記憶があって。あ、高校1年生で東大か芸大か迷ったと。じゃあもし今芸大行って卒業して大学院行ったとして、芸大の、うん、今の自分とは違う存在になってた気がします。どうすかね、どうすかね。まあでもこれめっちゃ気になりますね。これは難しいな。難しいですね。いや、今の自分のクラシックの演奏も多分だけど、いろんなジャンルをやってたことがそこに生きてるんじゃないかなっていう気もしていて、そう考えると、まあだから本当に芸大ってクラシックに集中してやっていたのと、今みたいなスタイルと、どっちの方がどれぐらい行っていたかっていうのは、あんもう分かんないですね。それはもう未知ですね。じゃあもし同じ人生をもう一回やめるとしたら、芸大に行ってみたいっていうのもありますか？その普通にシンプルに。 ありますね。だから普通に音楽一本で集中したいっていう気も、だから本当にそれだけでにかけてる人は本当に羨ましいというか、僕は。わかります、わかります。僕もね、筋肉にフォーカスしてしまったいやでも本当にね、やっぱなかなかね、その人生、それだけって没頭。いや、本当にそう、覚悟が必要だし、それは本当にかっこいいなと思いながら、僕はそれはできないなと思いながら。その今東大では何を勉強してるんですか？音楽とはまた無縁のことなんですか？いや、全然無縁じゃなくて、卒研でやってたのが音源分離って言って、なんかピアノ、ドラム、ベースとか、例えば混ざったものを個々の楽器に分離するみたいなとか、例えば C とかも、まあ、喋るけど雑音を除去しなきゃいけないじゃないですか、音声認識するみたいな、その特定の音だけを取り出すみたいな。ちょっと待ってください、はい、ボタン押したかなと思って心配になってあ、その特定の AI、うん、とかで、最近は自動財布とか、自動財布、自動で音楽を、あ、採点してくれる、あ、採点じゃなくて財布、あ、スコアにする。例えば耳コピーを自動でやるみたいな。じゃあ僕がクソみたいな音痴を歌ったとしても、それを音として変えてくれるみたいな話で。でもすごい、そういう分野はもうずっとあって、うん、で僕はそれをちょっと応用して、編曲に応用できないかな。だからその財布と編曲って、やっぱ編曲の方がやっぱ結構今までされてないっていうか難しい。まあまあそうですね、全然まだ、まあ、実用化レベルには達してはないと思うんですけど。いわゆるエンジニア的な勉強をずっとして研究してたみたいな感じ。まあそうですね、理系なんで。あ、理系なんですか？理系です。部活って入ってたんですか？部活？中1の時だけバスケ部入ってました。あ、そうなんですか。え、もうそれこそピアノの先生をやってたとお母さんやってたと思うんですけども、うん、ピアノを怪我するからやめなさいとか言われ方ですかいやー、でもそんなに反対されなかったけど、まあでも結局もう別にバスケやってもなるか、朝練つらかったし、で1年でやめてそれでバンド始めて、
楽しかった。そう、そちらは良かったですね。例えばそれこそ今までその僕たち、まあ、そのカティンさんとかそれこそ結構昔から YouTube やってるじゃないですか。で、まあ、10年前アカウント作ったのは2010年、まあ、その時はピアノではなくて音ゲー。そう、当時は音ゲーにハマってたから、うん、その音ゲーのプレイ動画とかを上げてて、でそこからまあ10年経って、まあ、ピアノ演奏動画上げ出したと思うんですけど、その今まで過去の、まあ、今後の多分ピアニスト像として出てくるのが、うん、やっぱネットを通して個人で売っていく、うん、多分ピアニスト自体が例えば事務所所属したらそれは事務所のそのサラリーマンっていうか事務所からその仕事はもらえてやっていくけど、やっぱピアニストのほとんどっていうのがほとんどが個人事業主というか個人事務所みたいなものじゃないですか、うん、でそのやっぱネットの投稿っていうのはやってみてやるべきだなとか思ったりとかしました？いや、やるべきだと思います。もう本当にこれからの時代はもう 個が大切になっていく時代だから、うん、まあ、それはもう発信したもの勝ちというか、まあ そうね、それが本当に音楽業界にとってプラスになるのかどうかはちょっと分からないんですけど、ネットの分野自体がまだ未発達というか、うん、新しいものだから、それは早ければ早いほど得ですよね。かなり早い方ですよね。だから僕はそう、まあ、ピアノの動画をYouTube に上げ始めたのは1年半前ぐらいなんですけど。あ、そうなんですか。そうそう、あのマリオとかも、マリオとかもうスマブラとか1年半前です。スマブラが1年前ぐらいかな、うん、あ、僕ずっと昔から見とったんですよいや、この人こんなことやりながらコンクール受けたんじゃんとかみたいな感じで見てました、ね、いや、でも最近思うのがやっぱりアレンジの能力っていうのはクラシックに通じるものがあるなって、やっぱり作編曲ができるとやっぱりクラシックの理解度も深まると思うので、うん、信じてるので、だからそういう勉強っていうのはその実際ちゃんとしたんですか？ちゃんとというかそのしっかり先生使って。あ、でも先生についてありました。ジャズの人、その例えばその昔から習っとったんですか、それともやりたいなと思って。いや、それは最近ですね。あ、そうなんですか。クラシックはずっと習ってたけど。昔から自分で音遊びとかそういうのはやってた？それはもう小学校の頃から好きでしたね。それこそ今後のピアニストに向けた、まあ、僕たちはこれから多分どうなるかまだ未知数だと思うんですけど、今後例えば音大に行こうか迷ってるっていうピアニストは多分いると思うんですよ。ピアニストになりたいけどやっぱピアニストって食べれない世界って思われてたりとか、まあ、結構いろんなコンクールを受けてきて多分上手い人ってもう恐ろしい、もうそれはもういるって分かって迷ってた。どっちをもし迷ってて聞かれた時にどっちをおすすめします？だろうな。もし私やっぱその、うん、怖いっていうか音楽の勉強したいけど音大に行くのは怖いって絶対田中さんいると思うんですよ、うん、もし、人生相談をされた時にどう答えますか？いや、それ一番むずいな。一番むずいですけど、いや、でも僕はやっぱり音楽に人生をかけてやってる人っていうのは価値、そう、ロマンというかすごいなって思う。まあでもそれで、まあ、もちろん食べていけないリスクもあるわけにはあるんですけど、まあ、そこで進みたいって言ってる人に反対はできないですね。まあ、だって行くのは自由ですから、ね。まあ、なんで大学があるかって言ったらどんな年でも誰でも入れるから大学っていう。高校も自由だけど中学生までは義務教育、それ以降は全部自分の選択で行けるから、それこそ逆に僕たち言ってしまえば、まあ、住野さん東大院卒業しました。別にやりようによっては今から芸大入り直すことも何でもできるから、うん、まあ、多分そういう答えになったと思うんですけど、一度きりの人生で何を学べるかっていう視点で考えた時に、いや、まあ、もう本当にもう仕事なんて単調な仕事はもう淘汰されていくから、もう数十年後とかに多分好きなことを好きなだけやってる人っていうのがやっぱり輝く、まあ、今もそうなりつつあるけど YouTuber とかで、かそうなってきた時にの現代で稼げる稼げないとかじゃなくて、何をやりたいか、自分の人生何をやりたいかっていうことを考えて、一番やりたいことにかけるのがいいんじゃないかな。だから今はもうクラシック系の音楽とかに今かけたい。
僕はもうクラシックを勉強まだしたりないと思ってて、だからそれはもうなんかそれはなんだろう、売れる売れないとか関係なく一度きりの人生で勉強しきりた、まあ、しきれることはできないけど、もうちょっとちゃんと勉強したいなって思ってますね。その例えばクラシックを今後勉強していくっていう上で、うんうん、その勉強の例えば先生とかあのやっぱ悩むじゃないですか。この先生が言ってることが本当に正しいのかというか、まあ、僕は結構常に疑ってしまう性格なんで常に反抗してしまう性格なんで、うん、なんでこうなんだろうと思ってしまうんですけど、その例えばまあいろんな先生とかセミナーとか受けたら分かると思うんです。全然解釈が違うじゃないですか、うん、そういう場合ってどうやって自分に取り込むんですか。まあ難しいですよね。でも不特定多数の受けまくって のそれぞれの先生の意見を取り入れるみたいな、そうやみくもに取り入れるみたいな感じのはあんまうまくいかないんじゃないかなと思って、でその解釈はそれぞれ違えども、その解釈に統一性があるからこそその一曲を聴いた時にいいなって思えるわけであって、それはまあいろんな先生を受けるとしても結局自分の表現するものにこう説得力がないといけないわけだから、あ、そうですね、それはその自分で判断する能力っていうのが必要になってきますよね。それをどう身につけるかは何とも言えないけど。ではその説得力をするために心がけてることとかってあったりするんですか。その例えば誰かに説得、クラシック自分の演奏するときに先ほど言った説得力があるかどうか、トータル的に来たときにっていうので、それをどうやって自分の中で判断してるというか。まあ、でもそれは先生のアドバイス、どういうふうにアドバイスされるかにもよるんですけど、例えばここはこうした方がいいみたいなことをだけを言う人もいれば、ここは楽曲の流れがこうなっているからこうした方がいいみたいな、こう理由ありきの、だからそのテクニック的にもそうで、こういうふうに表現すべきだからこういう指使いであるべきみたいな、だから その理由みたいなのを結構大切にすべきかなと思ってて、だからその先生に習うときも僕はなんか単に言われたことを言うんじゃなくて、そのなぜそういうことを先生は言っているのかっていうなんかことを考えると、そのレッスンを受けたことを他の曲にも応用できるようになる、うん、からなんかそういうところは心がけるようにしてます、というかまあそれを捉えたいというか。あの結構多分コンクールとか、まあ、本番に立つ舞台が多いと思うんですけど、そのメンタル的なケアとかでしたりとかしてるんですか。メンタルケア、シンプルな僕の疑問です、うん、メンタルケアか。本番前はこうするとか、だって本番前の練習法はこうするとか、普段と違うことをするとか。いや特になんか工夫はしないですよね。でも、まあ、一番大きいのが本番直前までピアノを弾けるかどうかで、かなり変わりますよね。まあそうですね、本当にもう本番に出る10分前までピアノ弾いていいですよって感じで、そのまま行けますもんね。そういや僕はそれは本当に分かります。だからなんか数時間とか弾けないまま1音目を弾くとマジで手震えるんですよ。怖いですよね。マジで怖くて現に僕この前都庁に、まあ今日、まあ、本当に弾くタイミングがなくて、まあいろいろあって引っ越しとかの関係で3日ぶりに都庁に行ってラカンパネラ弾いたんですけど、シンプルに手が震えましたもん。カンパネラこんな怖かったわけみたいな。いやそうなる、そうなる、本当にそうなる。怖いっすよね。本番前にピアノを弾けない状況だったとしても、ピアノすぐ入れるなんかウォーミングアップとかあればなんか知りたいなって思ってます。任せてください。作ります、必ず。僕そういうの得意なので。あ、お願いします。それこそあの僕結構やってることがあって、うん、本番前とかでなんかやっぱ舞台に上がると心拍数必ず上がるじゃないですか。でその心拍数上がった時に座ったタイミングで心拍数が急激に上がったのを感じて、うん、緊張するのを恐れなくすためにあえて本番前の裏とかはずっと歩き回ったんですよ。あ、なるほど。でもうそう、そのまま、そこで脈拍を上げておくって、でそこでもう慣れさせてその状態で行って、そこで座った時にそのままのメンタルで行けるから、急に緊張したなっていう感覚がないように自分でメンタルケアをする、錯覚させるみたいな。そうです、そうです。あ、なるほどな。でも疲れないですか。いや、あの手が疲れちゃったり、マッスルコントロール。いやー、さすがな。さすがやっぱ、常に100キロとか耐えとったらやっぱもうなんか何も、もうむしろピアノを本番で弾くのは楽な方になってきて。なるほど、強いな。いやいやいや。
あ、好きなピアニスト聞いてもいいですか。好きなピアニスト、クラシックだと誰だろうな、ソコロフ、まず。もう音が断地で、でリズム感、一回生で聞いたんですけど、あ、まあ、音がすごいのは知ってたんですけど、なんかリズム感、マジでこうスパーッと入ってくるような、なんか爽快感、本当にすごいなって、まあ、あと、松江は大好きですよ。兄貴、あ、よかったね、兄貴とか言ってほしいけど、俺も大好きです。そう、あの勢い、あれやばいっすよ、ね、あの勢い、なかなか出せない。誰も出せんすよね、あれ。誰も出せない、本当に。止まらんすもんね。すぐ分かる。そうですね、ジャズピアニストだと上原ひろみさんがもう中学の頃からずっと好きで、もう彼女のプレースタイルを真似て生きてきたんですけど、とかこんな感じかな。逆に誰が好きですか。僕もちろんその松江 F も好きだし、ランラン、ランラン結構好きだし、トリフォノフ、ダニエル、あ、トリフォノフはいいですね、めっちゃ好きで、あれなんか美しさ、なんか変な指の形をしとるじゃないですか、まあ、言い方悪いです、ここ第一関節をキュッてなんか尖ってるというか、ロシアの人そういう人多いですよね、うん、なんか日本とは違う走行をしてる、そうなんか普通じゃない弾き方をするというか、うん、ロシア系の人って結構やっぱ多分惹かれとるのかなと思うんですけど、今後も最後の方なんですけど、今後の理想像の自分っていうのはどういうのを追い求めて生きていくっていうのはありますか。まあ、今いろんなことをやっているっていうふうになんか見られがちなんですけど、それをなんかうまく統合したいなと思ってて、唯一無二のってことですね。そうだ、それを両立しているものを統合してこそ初めて価値があるものになるなと思ってて、だから、まあ、そういう点でこう今アレンジをやっていて、クラシックもやっているけど、その2つはつながっているなっていう、もう実感がもう本当にあって、だからそこはそういう風にやっていきたいなって思うのと、まあ、だから研究もなんか、まあ、音楽関連のことをやってるから、もしそれを続けるのであればなんかうまく統合していきたいなっていうのは思ってます、漠然と。じゃあ今後研究プラス自分のそのピアノを極めていくと、それはもう一生かけないとって感じですか。いや、もう一生かけますよ、一生かけます。この今の言葉すごくね、すごいですよ、一生かけますって。今ね、普通の人はやっぱ言い切れないですからね。そのやっぱ音楽をやってるからこそ、そのハマれるものがあるっていうことが、もう人生のね、ものすごく、人生なんか例えば時間を使うところがあるってことが、もうやっぱ音楽に時間を避けるってことが多分楽しいと思ってると思うし、もちろん、うん、だからそれが時間避けるために何かをするっていうことだとも思うから、素晴らしいなと改めて思いましたね。いや、逆にどうなってたですか、将来。僕はもう本当に、まあ、誰とも被ってないんで、おしゃべりをどんどん今まで以上に極めていきたいっていうのもあるし、ピアノもやっぱかなり勉強したいんですよ。理想像としてはピアニストっていうよりもエンターテイナーだったり司会者だったりっていうのはやっぱり理想としてるから、その司会者とかそのエンターテイナー、ピアニストの中で最も喋れる存在。あ、なるほど。例えばピアニスト、いろんなピアニストの前座とかを全部司会とかを任せれるような存在とか、もう唯一無二の、今までないような日本のスタイル、まあ、唯一無二ですね、もうガンガン喋って、僕としては、まあ、本当に喋ることが僕としては本当にその幸せというか、こういう形でこうやって今 YouTube だって喋ったりとかしたりとかしてること自体も楽しいんで、まあ、もちろんピアノは自分が弾きたいがためだけに弾いとるっていうのもあるし、勉強したいがためだけに弾いとるけど、多分喋りを極めた時にピアノがやりたくなる可能性があると思うから、その時のためにピアノも絶対やってほしいっていう、どっちも取りたいですね。なるほど、なるほど。多分住野さんはそれを全てを統合させたいっていうのと同じように、僕も喋りとピアノを統合するっていう、あ、そういう感じですね。なるほど、なるほど。いや、まあ今日こんな感じでね、その今まで聞きたかった僕の願望をすべて聞いたという対談でね、いや、ぜひ、まあ、今後また東京来た時にぜひ、いや、ぜひぜひ仲良くしてください。いや、お願いします、お願いしますよ。リンク貼っとくんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。それではありがとうございます。グッバイ。あ、手の大きさはどのくらいなんですか、最後に。あ、同じぐらい、ほぼ同じでした。10度です。ああ、全く同じですか。10度届くぐらいラフマリノフはギリきついぐらいですね。あとプロコも。お疲れ様っちゃ。